今回のハウトゥーナビはメッシュパネルで作る簡単壁面収納をご紹介します。壁面にメッシュパネルを取り付けるには壁に穴を開けたりビスを打ったり大変というイメージがありますが、専用の取り付け金具を使用することで簡単に取り付けることができるんです。簡単に取り付けできる方法をいくつかご紹介していきます。ボード壁には石膏ボード用取り付けフックを使用します。細い針で壁に取り付けるので取り外した際に跡が分かりにくくなります。まず取り付ける位置を決め、パネルのサイズに合わせて壁に2箇所フックを取り付けます。この時フックの位置と下地の柱が重ならないよう注意してください。フックを取り付けたらパネルを引っ掛けて完成です。お好みで S 字フックやカゴなどを取り付けて使用してください。タイルや化粧パネルには吸盤タイプの取り付け具を使用することで簡単に取り付けることができます。こちらもパネルに合わせて取り付け具をくっつけるだけで完成です。どちらの場合も使用する際には耐荷重を確認し、重いものをかけすぎないよう注意しましょう。詳しい作り方はコメリ .com サイトでご覧いただけます。いかがでしたか？壁面収納でお部屋の雰囲気を変えてみてはいかがでしょうか？ぜひチャレンジしてみてください。